やった、俺たちやったよな。ああ、海流が生まれ、淀みが浄化されるはずだ。するとどうなる？さあな。悪いようにはならない。諸悪の根源だった全てのカオスを倒したから。どうかしたか？消えない。俺の中のカオスを倒さねばという思いがまだ消えない。あのさ、お城へ報告に行かないか？カオスを倒してクリスタルを解放したんだ。つまり俺たちは光の戦士？そう、予言の通りの光の戦士だ。このどんよりした空気は空模様のせいじゃないな。私たちはカオスを倒してクリスタルを解放したわ。風、火、土、水、いい気分で帰ってきたらこれは何？言いたいことがあるなら言いなさい。ルカーンの予言によれば光の戦士は4人、あんたたちは5人だ。つまり偽物が混じっている。カオスのテストラという意見もある。誰が言ってるの？あなた、あなたなの？それともそこのあなた？こんなに闇を身近に感じたことはない。一体何をしてくれたんだ？ねぎらわれたいな。お城へ行こう。王様と大臣にはその義務がある。お前たちは何をしでかしたんだ？大歓迎だね。指示の通り、隠されたクリスタルを見つけ出し輝きを取り戻しました。だが火はかまどから溢れ出し、強い風が家々を鳴らしている。水が重たくなったというものや、土の変化に困惑する農民もいる。クリスタルが本来の力を発揮しているせいでしょう。おそらくこれが世界の本来の姿。慣れる必要はあると思いますがね。城下ではお前たちはカオスの手下だという噂まで流れている。あまりにも無礼ではありませんか？大臣、無礼です。コーネリアの歴史は長きにわたって混沌の闇と共にありました。それが当たり前の時代が長く続いたのです。クリスタルが輝きを取り戻したからといって大昔の
栄華を極めたコーネリアに戻るには長い時間がかかるでしょう。セーラ、変化の時が長く続くのだと思います。その中で希望を語り、民たちの不安を和らげることこそが王家の役目ではないでしょうか。大変です。プラボカの海賊どもが現れ、町で暴れています。なんと。とはいえ海賊はそう大勢ではないだろう。早く捕らえよ。いや、討伐せよ。魔物です。魔物が町に入っています。ジョーカーは混沌としています。混沌。縄文を取りよ。城の守りを固めよ。はっ。どうする。忘れたけど、俺は戦うことが好きなんだ。私も少々剣の心得があります。皆さんと一緒にはいけませんが、ここで家族を守ります。城への協力の見返りに多少の狼藉は目をつぶってきた。海賊を使えると過信した私が愚かだったというわけか。海賊め、狙いは何だ。財宝か、わしの命か。ジャック様、戻られて大変心強く思っております。王家の方々は我々がお守りします。ジャック、失礼します。やるか。ジャック、やってやろう。手加減は命だ。分かってる。お疲れだ。いや、終わりだな。
ルの闇を払ったのに、なんで？エラ姫の言う通り、天下の敵なんだ。心変わりもありえるはずだ。それにしてもな、怒りの戦士だって言われて、応援してたのに。放っておけ。目の前の敵に集中するんだ。体勢が下がったみたいだな。されてるわね。大丈夫だ、俺たちの方が強い。行ってやるさ。そこだ、触れろ。喜べ。見ても誰も褒めてくれないんだろうな。この騒ぎ、俺たちのせいにされてるからな。魔物と同じくらい人も闇を抱えてそうね。セイガ姫を見習ってほしいわ。報われないね、光の戦士ってのは。敵がいる、さっさと片付けましょう。場所は覚えておきましょう。ビッケ船長、任せてもいいか。待て！
居場所はなくなった。心の中は不安、苛立ち、怒り、そこに闇が食いつきやがった。あっという間に。俺はよ、何もしてやれなかったぜ。不甲斐ねえ。何が船長だ。元気出しなよ。笑わせるな。もう死ぬぜ俺は。わざわざ殺されに来たのか。違う、あんたたちに会いに来た。この状況、アストスなら何とかできると思って探しているんだが、見つかりやしねえ。あんたたちも探してくれ。アストス、あいつは俺の見たところ、長いことカオスと戦っている。アストスはカオスと取引をした。お前はそう言っていた。そうとしか思えない時もある。怒り、憎しみ、胸の中のどうしようもない闇、時々あいつから漏れ出していた。そん時は混沌の闇と同じ気配がしたもんだ。には役立たずらしい。あいつがどっちの側なのか正直わからん。お前の目で確かめてくれ。どこへ行けばいい。アストスはどこだ。コウモリを追え。アストスの手下みたいなものだ。分かった。海賊に名古屋言われたくねえだろうが、憎むな。怒りに我を忘れる。なんでこんなことになっちまったんだ。ここまで来たのは私は初めてね。私の断片的な記憶の中に
この風景はないの？何が始まるんだろう。かつてない混沌だ。まずあそこへ行ってみよう。のいるところアストスアリッカ、行くぞ。私の記憶にはないわ。白い壁、白い床、それにこの居心地の悪い空気。記憶にあろうがなかろうが、あることは一つ。アストス。出てきたか。やってやろう。この症状は間違いない。呪いだ。なりたい。
がいれば当然ね。どの部屋も似ているな。これは迷うぞ。全く同じわけではない。違いを見逃すな。負けないね。よくやったな。次も頼むぞ。やるか。期待してるわ、ジャック。任せてもいいか。ジャックに降りかかる火の粉は私が払う。
あれはキューブか。休んでおこう。これで行く。健康だ。敵がいる。叩き潰す。叩き潰す。開かずの扉ね。こういうのは条件が合えばあっさり開くものよ。扉を開けられるかな。ネオン、ルフェインのことは知ってるか。大昔
この世界にはコーネリアの他にルフェインという国があった。コーネリアがずっと多くて、ルフェインの田舎の村みたいな。コーネリア人はルフェインを下に見ていた。ところがルフェインが短期間で大きく発展した。お出ましね。やるぞ、ついてこい。火の粉は払おう。本気だな。疲れた。ジャック、ダメよジャック。出てきたか。降りかかる火の粉は払おう。体勢を下げられたの。さっき見つけた鍵で開けられそう。
なかなかやる。何としても倒す。叩き潰すぞ。焦らないで対応しましょう。途中だったね。まあすぐ終わるよ。コーネリアは大国だったけど、戦争が長引けばルフェインに負ける。兵器の性能を目の当たりにした国民が不安に思い始めて、ルフェインに突然消えてしまった。国があった痕跡もなかったし、大昔から伝わるいわゆる伝説だ。どこまで簡単に消したなんてもうわからない。相手する？さっさと片付けましょう。
応大丈夫みたいね。仕切り直す。ネオン、任せてもいいか。敵がいる。また来てる。やるぞ、ついてこい。どうする？ネオン、任せてもいいか。任せて。大丈夫だ、俺たちの方が強い。強い男に頼られるのはいい。とりあえず切り抜けたか。鍵が必要ってことでしょ。
今はここじゃないってことかしら。開かないと来たか。他にも鍵や扉があるということかしら。大臣はセキュリティ意識が高いのかな。鍵が必要な扉がやたら多いわね。それだけ重要な場所なの。これまでなかったんだから、忘れ物というより贈り物？迷惑な贈り物だ。閉じ込められた挙句敵のお出まし。ルフェ、何を考えてこんなものを用意した？俺たちを試している。危険な状態かもしれないわ。
これで全部ってことにしてほしいわね。結晶の輝きに反応して光っているのね。ああ、だが全てが光っているわけではなさそうだ。これまでの経験からすると他にも結晶があるかもしれない。探そう。これでどこに行けるようになったのかしら。頭がぐるぐる。もういい加減にしてきて。これで二つ目。まだ足りないのか。さっさと片付けましょう。隙を見せた。行け。
に飛び込んでみる？全部反応したみたいね。調べてみましょう。
最後まで気を抜くな。ポーション終わったの？油断せず。私の予感ではアストスと会えるんだけど、どう？俺は強い闇の気配しか感じない。あら、気を引き締めていかなくちゃ。
記録は全てこのデバイスに入る。必ず持ち帰るんだ。了解。ただし容量には上限がある。上限に達したらその時はむやみに活動せずに回収を待て。回収ポイント都度異なる。それについてはアストスで確認してくれ。大丈夫そうだな。あんた軽いな。水晶が機能しなかった。それはおそらく容量の上限に達したから。俺はそれを知っている。だがあいつは誰だ。俺に水晶を渡し説明したのは。あの白い部屋はどこだ。俺はどこから来た。あなたらしくないわね。本当に知りたい。俺たちはストレンジャーだ。この世界にとってのストレンジャーであると同時に、俺たち自身にとっても見知らぬ人間。覚えていないことがあっても、それはその方が心置きなく戦えるから。忘却は慈悲。そう言ったのはジャックだろ。でもどっちにしても答えは同じよ。私も覚えていないわ。俺も記憶にない。うん、俺も。私はもちろん知らない。ねえ、それよりアストスの話を聞かない？会いに来てくれたとは嬉しいね。映画まだだったな。助かった。ここで何をしていた。義務を果たしていた。私は闇を観察し記録する。永遠に。わからない。もっと詳しく。ああ、話そう。だがその前に力を貸してくれ。外に出たら異形の城が見えるはずだ。これまで存在しなかった新しい城だ。城の中には混沌から生まれた魔物どもがいる。奴らを退治してくれ。他にも以前は存在しなかった建造物を見つけたら同じようにしてほしい。闇と魔物が世界に広がる前に。私たちを利用する気？忘れていると思うが、君が望んだことだ。さて、私はまだ仕事が残っているのでね。また後で会おう。仕方がない。出よう。